あら、ミッシェルはどうしたのかしら。ミッシェルはいつものごとく用事なんで。っていうかどうしたの、急に呼び出したりして。まだ早朝なんだけど。心のことだ。きっと素晴らしいことを思いついたに違いないね。なんだろう、ワクワクしちゃうな。心に思いつくことって本当に楽しいよね。私ね、今日はみんなでバンド活動がしたいって思ったのよ。バンド活動？それってバンドの練習のことかな。っていうか、こんな早朝からサークルやってないって。ほら見てよ、まだ入り口閉まってるし。そうだけど、そうじゃないの。最近のバンド活動って音楽ばかりやっていたじゃない。だから今日は音楽以外のバンド活動をしようと思うの。音楽以外のバンド活動？どういうこと？美咲ちゃん、わかる？謎々ってわけじゃないですよね。パンはパンでも食べられないパンは、みたいな。なるほどね、心。その一言で全てを理解したよ。もちろん、私は賛成だ。だね、はぐみもはぐみも大賛成だよ。二人には今ので伝わってるわけ？うん、もちろん。だってハロハピは世界中を笑顔にするバンドだよ。私たちのバンド活動とは世界中を笑顔にすること。つまりそういうことさ。さすがはハグミとカオルね。二人には花丸をあげるわ。やったー、心に花丸もらっちゃった。音楽でみんなを笑顔にすることはとっても素敵なことだわ。でも最近そればっかりだったから、違うやり方でもみんなを笑顔にしたいって思ったの。そういえば、心の最初のバンド活動のイメージって、海の砂浜でお城を作るとか、白爪草で冠を作るとか言ってたっけ。他にも洗いたてのシーツの匂いを嗅ぐとか、お腹いっぱいお菓子を食べるっていうのもあったね。あと流れ星を探しに山に登るっていうのも。そう、だから音楽だけしていたらハロハピのバンド活動にはならないでしょ。ハロハピはみんなを笑顔にするためにもっといろいろなことをしないといけないの。だからどんなバンド活動をしたらいいか、これからみんなで考えるわよ。音楽以外のバンド活動を考えるって、それって何？哲学？みんなが笑顔になれそうなこと、どんどん見つけてみましょう。あ、はぐみ、一つ思いついたよ。はぐみは駅前のゴミ拾いをしたらいいと思う。昨日駅前を通ったらちょっとゴミが落ちてたんだ。目についたのは拾ったんだけど、みんなでゴミ拾いしたらすっごい綺麗になると思う。あー、はぐみ、君はなんて心優しき子猫ちゃんなんだ。私もはぐみの意見に賛成さ。ありがとう、カオルくん。街が綺麗になったらきっとみんな笑顔になるもん。だからはぐみ、ゴミ拾いがしたいな。すごいわ、はぐみ。はぐみのアイディアは無限大ね。それじゃあゴミ拾いは決定ね。やったー。それではココロ、私も一つ提案させてもらうよ。街中にある花壇の花に水やりをするというのはどうだろう。昨日偶然公園の花壇の花がしおれているのを見つけてね、あまりにも儚げな様子に心が痛んでいたところだったんだ。それよ、お花も笑顔になるし、お花を見た人も笑顔になるわ。さすがカオル、一石二鳥のスペシャルなアイデアね。花にも人にも分け隔てなく愛を注ぐ、それが瀬田カオルだね。私は日向ぼっこをしたらいいと思うの。あと街中をみんなで行進してみたいわ。それとたくさんアイデアが出たわね。とっても素敵なバンド活動になりそうね。
これならきっと町中の人たちが笑顔になれるさ。みんなが笑顔になれるようにバンド活動を頑張ろうね。バンド的要素は皆無だけどね。けどアロハピらしいかもよ。ゴミ拾いに花壇の水やり、なんかみんなが笑顔になれるように町中をパトロールしに行くみたいな感じだね。それだわ。私たちは今日からみんなの笑顔を守る笑顔パトロール隊よ。わー、笑顔パトロール隊、すっごくかっこいい名前だね。ああ、笑顔パトロール隊の一員になれるなんて、私はなんて幸せ者なんだ。それじゃあ笑顔パトロール隊出動するわよ。ハッピーラッキースマイルパトロール。打ち合わせなしで揃うからすごいよねあんたたちって。